ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。チークのシューショップでございます。チークのシューショップ。すごいな。世界観が。うん。どう検索してこれに当たってくる人がいるんだろうなって思うな。伸びねえだろうな、この動画もな。シューショップだぞ。うん。あ、まあでもあれだね。検索余計みたいなことは考えたいよね。ガチでシューショップを開いてる人がさ、俺の動画には来てほしくないよね。パパクターのポヨン並みに、検索され、まあでもあれか、スモークの 100kgm もあれもちょっとこう、どう検索したらあそこに行き着く。ちょっと待って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 。これあれか？これあれか？あ、ランキングないタイプだ。あ、すいません、これランキングないです。ランキングないタイプのやつでした。ちょっと見えるかな？ほらほら。ランキングないタイプ。だからもう一発やりきりだね。まあ、3回ぐらいやろうかな。まあ、どんなゲームかわからんのに、どういう感じの動画にするかなんてのは、ちょっと、トラヌタヌキの、川山用的な。トラヌアザラシの川山用になっちまう。ということで、まあ、まずあらすじから読んでいきましょう。笑っているのか、泣いているのか、さっぱりわからないが、お菓子作りも、お手の物な脅威の無表情キャラ、チーク。衣装を待ち、シュークリーム屋さんでバイトするのはいいけれども、どうやら普通のシュークリームじゃないようだ。お客さんとしてやっていた方は果たして普通のシュークリームを食べることはできるのかなっていうことでね。シュークリームは結構、あれじゃなかった？ダイエットフードに近いんじゃなかったかな。まあ、シューの中身にもよるんだろうね。カスタードクリームだったら結構カロリーっていうか砂糖が控えめていいんじゃなかったでしたっけ。やってみましょうか。うん。カスタードクリームとかプリンとかさ。ああいうのって結局卵だからさ、油分じゃなくてタンパク質っていうのが多いってことを考えると、あんまりこうなんかその食べてもこう罪悪感がないっていうところがいいですよね。さあやっていきましょう。おほ、何これ、4381週目、はぁ、あ、わさび入れるなよ、せめて。また明日やります。